こんにちはのイヤーです。今回はストタルで強欲金策してきたので、ちょっと動画にしてみました。カバンも湧いてええ感じでやったんで、見事あると思うので、よかったら最後まで見てね。本当に今回は激闘だった。チャンネル登録と高評価してね。ここに湧きスカブ湧き早いから期待です。開幕さした注射器ですが、蒸気の2つです。湧き位置によるけど、アサリが近い時は開幕さして砂取りに行きます。まずはじめにここの建物の PC 砂取っていきます。ここの建物では PC と金庫をメインに漁ります。結構砂取ってるけど、グラボとかたくさん出ます。 PC から出てくるアイテムマス単価がとっても良くて、タイミング見ればとっても高くで売ることができるので、漁るルート上にあるなら漁るといいです。ドロアーもマス単価高いものが結構出ます。例えばインテリとかラボキーとか鍵とかいろいろ出ます。場所タイミングによれば接敵するときあるので、その時はスルーして漁りましょう。今回はアイテム悪くないね。なんでオブドロニとプロピを刺すのかというと、プロピタルで体力回復デバフを消すため、体力とスタミナデバフに目をつむれば筋力、注意力、知覚等上がって優秀です。筋力上がることでアイテム持てる量多くなるし、注意力上がるとサーチ早くなるし、レベルさえ上がってしまえば即サーチ出るし、さらに漁るの早くなるし、金策効率上がります。まあ自分もまだまだなんですけどね。スキル上げも兼ねてドロアーも砂取り金策してます。こっちにも部屋は金庫と PC があります。できればこっちをはじめ漁った方がいいです。敵が来る方向的に足音聞こえるの遅くなって、向こう優位な戦闘かつ逃げづらくなります。ドロアーを漁るなら本当はドキュメントも解くといいです。今回出てないけど、割と入れられるアイテム出ます。ここのデッドスカブと PC も忘れずに。この建物から出るときはスカブケアです。こんな感じで湧いてます。今回は少ないですね。次の漁るところはここから入ってすぐの PC です。おまけでデッドスカブもあります。今出た SSD ドキュメントケースの中に入ります。ストタルのデッドスカブ美味しいんだけどな。2マスあると期待しちゃうよね。ほとんどグラボじゃないけど、ワクワク感すごい。それじゃ豚アパートまで飛ばしていきます。 A few moments later. 豚アパート周辺までやってきました。まずはじめに漁るのはここだよね。ここの工具は気おいしいよね。セラピでも結構高く売れるし、脳死で拾える。待って、プロピタル切れちゃった。まだダメージデバフ続いてるから刺さないと、だいたい1レードでプロピ3本ぐらい使えます。そうするとダメージデバフなくなります。
マニュアル本だこれドキュメントはいるんだよね。忘れた時に限って出てくるから悲しい。デッドスカブの横に光学脇よくあるけど、今回はないみたい。 TT、そろそろ大本命の豚砂取りに行きますか。鍵なしで美味しいし、スカブで行って飾られないことあったらそれも最高だよね。79今回の光学脇はいかに。ユーロだけだとマジかよ。運がいつもはここまで泥は砂取ってないです。ラボキー納品タスクあるから固執してます。インテリジジあるから見た方がいいです。砂糖高いので食料品脇も確認必須です。圧縮リグ2つ埋まったし、できればBTR 近くに来てほしいな。リグ2つ入れられるからさらに取れるんだよね。ドロアなんか渋いな。もっといいもの出るんだけどな。そろそろ特に何も出ないんだよね。キラ服取ったけど、カッパまだ取ってないんだよね。今回の金作5時間ぐらいかな。2000万ぐらい稼いだからそろそろ取ろかな。こうやって金作してるのも楽しいけど、タスクとかボス狩りも楽しいよね。さあそろそろ光学脇確認しに行きますか。ここテトリス湧くけどないな。とりあえず道中漁っていきますか。この扉開けた先に光学脇が。ビットコイン熱危ない。ドロアー砂取りすぎてケースがいっぱい。さっきまで光学脇悪かったけどいい感じ。そろそろレクサスの方へ移動していこうかな。 A few moments later. やってまいりました。レクサス周辺、グレでカバン確認。お、カバンちゃん湧いてるじゃん。まずは処理できるのはいる前に倒そう。サイドグレ投げて左のコンテナ入ります。何か撃たれるしガチ怖い。突っ込んで可能性あるのでケアします。まれに上から撃たれるから下がり気味で撃ちます。待って、あいつ死なない。
に硬すぎだろ W。 やばい、打ちすぎて弾なくなった。ちょっとこの数は先が思いやられる。外周からもスカブ寄ってきそう。Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Ах ты ебагла! Снанай! Служивый на! За! 危ない、死にかけた。逃げ足プレデターマジか、リスティーマジカン絶対持ち帰りたい。ちょっと卵めタイム。ほんとスカブ湧きすぎたん足りへん。アラフォー処理終わったし、カバンの位置確認しますか。右側で泣いたのでゴリ押しします。上の取り巻き処理終わってないから怖いな。ゴリ押してたら絶対死んでた。エテ、куда пошел?よし、めんどくさいから行きます。よし、カバン倒した。残ってる取り巻きいたらとつってくるので、有利壁を使って安全に処理します。これで取り巻きも含めてみんな終わりかな。幸せの砂取りタイム。お、PKP いいですね。ポケットの中からは何が出るかな。ポッケゴミですね。運が悪い。入ってる弾は LPS フリマで売れるし、いいね。カバン取って取り巻き漁りますか。ガチで死んだと思った。これ新しいカバンの取り巻きです。結構いい弾とラボキー入っていたりします。色付きはまだ未確認です。言うてたらラボキー出たラッキー。あ、見るよ。上にいないけどどこいるんだろう。わら、そうか。少し前ここ確認しなくて死んだからびっくりした。取り巻きうまうまタイム倍速なのだ。取り巻きは砂取り終えたし移動しましょうか。今回カバン湧いてたからうまいんじゃないの。
マッツ、これはさすがに入らないかも。注射器ないかな。インジェクタ開いてるし。日本か悪くないね。もっとあれば神だった。スカブダ M4 弾ないし PKP 連射だ。ワナのプイリ気持ちいい。イーヨン最高。機銃乗ってるのは話しちゃうよ。全力で逃走して帰ります。無事に脱出口まで着きました。今回の動画はここまでです。いつもこんな感じでまったりと金作しています。色付きカードもたまに出るので良きです。最後に経験値はこんな感じです。チャンネル登録と高評価よろしくね。